宇宙の果ては、我々の想像をはるかに超える謎に満ちています。この広大な宇宙には、何百億もの星や惑星が存在し、その中には地球と似た条件を持つものもあるかもしれません。地球外生命の存在は、古くから人類を魅了してきたトピックです。科学技術の進化により、かつては想像の域を出なかったような研究が可能となり、宇宙人の存在についての新たな発見や理論が次々と登場しています。今回の動画では、最新の研究成果を機に、宇宙人がいる確率がこれほど高いとされる理由を解き明かしていきます。宇宙の壮大なスケールと無限の可能性から始まり、地球外生命を探す歴史的試み、そして科学技術の進化がもたらす新たな発見について触れていきます。さらに、ドレーク方程式の再評価や地球外惑星の発見、宇宙の極端な環境で生きる微生物の発見など、地球外生命の存在を示唆する最新の研究成果についても詳しく見ていきます。私たち人類にとって、宇宙人の存在はただの好奇心の対象ではありません。宇宙人の探索は、私たち自身の起源や存在の意味を問い直すことにもつながります。この動画を通じて、未知への探求心を刺激し、宇宙という無限の可能性に思いを馳せていただければ幸いです。さあ、未知の世界への扉を開け、宇宙人がいる確率がこれほど高い理由に迫る旅を始めましょう。私たちが住む地球は、広大な宇宙の中でたった一つの星に過ぎません。宇宙の壮大さと無限の可能性を考えるとき、私たちの想像力はそのスケールに圧倒されます。この宇宙における生命の存在可能性に焦点を当て、地球外生命体の探索について深く掘り下げていきます。宇宙の壮大なスケールと無限の可能性。まずは、宇宙のスケールについて考えてみましょう。宇宙には、1000億以上の銀河が存在し、それぞれの銀河には平均して1000億の星があります。この計り知れない数の星々の中には、地球のように生命が存在する可能性のある惑星が数多く存在すると考えられています。最新の天文学の進歩により、地球外の惑星、特に太陽系外惑星の発見が加速しており、その中には地球と似た環境を持つものも見つかっています。地球外生命体を探す歴史的試み。人類は古来から宇宙に生命の存在を求めてきました。古代文明の天文学から20世紀の宇宙競争、そして現代の宇宙探査まで、我々の宇宙に対する好奇心は尽きることがありません。特に、地球外知的生命体探査プロジェクトなどは、地球外の知的生命体からの信号を探す試みとして知られています。これらの取り組みは、科学技術の進歩とともにより高度になり、地球外生命の探索に新たな可能性をもたらしています。科学技術の進化がもたらす新たな発見。科学技術の進化は、宇宙探査に革命をもたらしました。特に、強力な望遠鏡の開発や宇宙探査機の進化により、これまで人類が到達できなかった宇宙の領域に手が届くようになりました。また、人工衛星を利用した地球外惑星の探索や、宇宙の極端な環境で生きる微生物の研究など、地球外生命体の存在を示唆する証拠を見つけるための新しい方法論が次々と生み出されています。これらの進化は、宇宙人がいる確率についての私たちの理解を深め、新たな研究や発見への扉を開いています。この壮大な探求の旅は、私たち人類にとっての新たなフロンティアであり、宇宙の真理に迫るための重要な一歩となるでしょう。宇宙人の存在は、科学界にとって長年にわたる大きな疑問の一つです。しかし最近の研究は、宇宙人がいる確率を大幅に高める証拠を提供しています。ドレーク方程式の再評価とその意味。1961年にフランク・ドレークによって提唱されたドレーク方程式は、銀河系内に存在する文明を持つ地球外生命体の数を推定するための式です。この方程式は、星の形成率、生命を支えうる惑星の割合、生命が発生する確率、知的生命体への進化の確率、そして、文明が通信可能な技術を開発する確率など、いくつかの要因を考慮に入れます。最新の研究では、特に太陽系外惑星の発見が進み、生命を支えうる惑星の割合が以前に考えられていたよりもはるかに高いことが示されています。これにより、ドレーク方程式の結果も大幅に変動し、宇宙人の存在確率が以前にも増して高まっているのです。地球外惑星の発見と生命体存在の可能性。近年、ケプラー宇宙望遠鏡やトランジット系外惑星探索衛星などの先進的な天文機器により、数千もの太陽系外惑星が発見されました。これらの中には、地球と同様の大きさを持ち、その恒星の居住可能ゾーン内に位置する惑星も多数含まれています。
居住可能ゾーンとは、水が液体の状態で存在できる適度な距離を指し、生命が存在するための重要な条件とされています。これらの発見は、宇宙における生命の可能性を大きく広げるものであり、宇宙人の存在確率を高める重要な要素となっています。宇宙の極端な環境で生きる微生物の発見、地球上でも極限環境に生息する多様な微生物が発見されています。これらの微生物は高温、高圧、放射線の強い環境など従来生命が存在できないと考えられていた条件下でも生きていけることが分かっています。このような微生物の存在は宇宙の他の場所、特に極端な環境を持つ惑星や衛星で生命が存在する可能性を示唆しています。例えば土星の衛星エンケラドスや木星の衛星エウロパは地下海を持つと考えられており、これらの環境は地球外生命体が存在する可能性のある場所として注目されています。これらの最新研究は宇宙人が存在する確率を大きく後押ししています。私たちの宇宙には無限の可能性が広がっており、これからも新たな発見が期待されます。宇宙人の存在についての議論は科学的探求の最前線であり、私たちの想像力を刺激し続けています。宇宙の深淵から届く数々の信号や地球外生命の存在を示唆する様々な発見は科学的探求心をかきたてます。これらの発見は宇宙人が存在する確率を高める重要な根拠となっています。その科学的証拠を詳しく見ていきましょう。宇宙からの奇妙な信号とその解析。過去数十年間で地球には宇宙の様々な角度から奇妙な信号が届いています。例えば高速電波バーストは宇宙の未知の領域からの強力な電波パルスで、その起源やメカニズムはまだ完全には解明されていません。これらの信号の中には自然現象では説明が難しいものもあり、いくつかの科学者はこれを地球外文明からの意図的な信号である可能性を指摘しています。これらの信号の綿密な解析は宇宙における知的生命の探索において重要な手がかりとなっています。地球外生命のための最適な条件。地球外生命が存在するための条件には液体の水、適度な温度、適切な大気圧、必要な化学物質の存在などが含まれます。これらの条件は地球外生命体が生存し繁栄するための基本的な要件と考えられています。科学者たちはこれらの条件を満たす惑星や衛星を探し、生命の存在可能性を評価しています。最近の研究ではこれらの条件を満たす可能性のある太陽系外惑星が複数発見されており、これらの惑星は今後の研究の重要な対象となっています。生命の起源と地球外生命体の可能性。生命の起源に関する研究は地球外生命の存在を探る上で重要な手がかりを提供しています。地球上での生命の起源と進化のメカニズムを理解することは他の惑星で生命が発生する条件を推測する手助けとなります。また隕石などに含まれる有機分子の発見は生命の基本的な構成要素が宇宙全体に広がっている可能性を示しています。一方で未来の宇宙探査ミッションはこれらの謎を解明するための新たな希望を私たちに与えています。このセクションでは科学界の見解、存在する論争と課題、そして未来に期待される探査ミッションの成果について掘り下げていきます。科学界の宇宙人存在に対する見解。科学者たちの間では宇宙人の存在に対する意見が分かれています。一部の科学者は宇宙の広大さと多くの生命が存在可能な惑星があることから地球外生命の存在を極めて可能性が高いと考えています。しかし現時点で直接的な証拠がないため懐疑的な見解を持つ科学者も少なくありません。宇宙人存在に関する論争と課題。宇宙人の存在に関する論争の中心には地球外生命を探す方法とその証拠の解釈があります。 SETI プロジェクトのような取り組みは地球外文明からの信号を捉えることに焦点を当てていますが、これらの信号が本当に地球外の知的生命体からのものかどうかを証明することは困難です。また、地球外生命が存在する場合、その生命体が私たちの理解や想像を超えた形で存在している可能性もあり、これが科学的な課題となっています。未来の探査ミッションと期待される成果、NASA や ESA をはじめとする宇宙機関は、火星やエウロパ、エンケラドスなど、地球外生命が存在する可能性のある場所への探査ミッションを計画しています。これらのミッションでは、地球外生命の直接的な証拠を見つけること、生命が存在するための条件を詳しく調べることが目的とされています。
また、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような新たな天文学的ツールは、遠方の惑星の大気を分析し、生命の兆候を探ることが期待されています。これらの探査ミッションからの成果は、宇宙人の存在に関する謎を解明する上で、重要な役割を果たすことでしょう。宇宙人の存在に関する公開討論と未解決の謎は、科学的探求の最前線を象徴しています。未来の探査ミッションによって新たな発見がなされることで、これらの謎が一つずつ明らかになり、私たちの宇宙に対する理解が深まることを期待しています。宇宙人の存在に関する研究と探索は、科学界にとってのみならず、人類全体にとって重要な意義を持っています。この冒険は、私たち自身の存在と宇宙における位置を理解する上で、不可欠な役割を果たしています。宇宙人探索の重要性、それが次世代に及ぼす影響、そして未知への好奇心と探求心の重要性について考察していきます。宇宙人探索の重要性と人類の責任、宇宙人の存在を探求することは、私たちが宇宙という壮大なステージで、どのような役割を果たしているのかを理解するために欠かせません。この探索は、人類が共有する好奇心の象徴であり、私たちの科学的、技術的な限界を押し広げる挑戦でもあります。私たちには、未知への探求を通じて知識を深め、その知識を次世代に伝える責任があります。宇宙人探索は、私たちがこの責任を果たすための一つの手段であり、人類の知的遺産を豊かにすることに貢献します。次世代への影響と科学の進化、宇宙人の探索によって得られる知識は、次世代に計り知れない影響を与えます。科学と技術の進歩は、若い世代に新たな視点と無限の可能性を提供し、彼らが直面する未来の課題を解決するための道具となります。宇宙科学の発展は、教育や産業に新たな機会をもたらし、地球環境の保全や資源の持続可能な利用といった、地球上の問題を解決するための新しいアイデアを刺激します。未知への好奇心と探求心の継続。人類は、未知への好奇心と探求心を持って生まれてきます。この探求心は、私たちを新たな地平へと導き、知識の境界を拡張します。宇宙人探索は、この好奇心を満たすための一つの方法であり、私たちの存在と宇宙の神秘を理解するための旅です。私たちは、未知への探求を恐れることなく、好奇心を持って新しい発見に挑むべきです。この探求心が、私たち人類を未来へと導く灯火となるでしょう。宇宙人の存在を探ることは、私たちの知識を広げ、新しい可能性を開く冒険です。宇宙の壮大なスケールと無限の可能性から始まり、地球外生命体を探す歴史的試み、科学技術の進化がもたらす新たな発見、そして最新研究による宇宙人存在の確立について探求しました。科学的根拠と証拠、公開討論と未解決の謎を通じて、宇宙人の存在についての現在の理解を深めるとともに、未来の探査ミッションがどのようにこの謎を解き明かすかについても考察しました。私たちの役割と未来の展望についても議論し、宇宙人探索の重要性、次世代への影響、そして未知への好奇心と探求心の継続について考えました。この度は、私たち自身の起源と宇宙における位置を理解するために、私たち全員が参加すべきものです。今回の動画を通じて、宇宙人が存在する可能性についての最新の科学的理解を深めることができました。しかし、宇宙はまだ多くの秘密を秘めており、私たちの探求はここで終わることはありません。科学と技術の進歩によって、未来にはさらに多くの発見が待っていることでしょう。私たちは、未知の世界への扉を開き続け、宇宙の真理を解き明かすために、好奇心を持って新たな挑戦に臨む必要があります。宇宙人の存在に関する探求は、私たちにとってただの冒険ではなく、自己理解という究極の旅です。この宇宙という無限の舞台で、私たちは自らの物語を紡ぎ、次世代に知識と夢を伝える責任を持っています。この動画が、あなたの好奇心を刺激し、宇宙への探求心を高める一助となれば幸いです。未知への旅は続きます。一緒に、宇宙の謎を解き明かしましょう。それでは、この動画をご覧いただきありがとうございました。もし、この動画が役に立ったと感じたら、ぜひともいいね、ボタンを押して、チャンネル登録をお願いします。コメント欄には、あなたの意見や感想をお聞かせください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。